こんにちは、ゆうがです。今回はですね、このチビナトリクスちゃんに餌やりをしていきたいと思います。今回は冷凍にチャレンジしていきたいと思います。前回は、生き餌を食べてくれたんですけど、やっぱりね、冷凍のね、カエルを食べてもらいたいので、ちょっと今回はね、冷凍のカエルにチャレンジしております。でもやっぱこんな感じでですね、動かしてもね、全然反応してくれないんですよね。普通ゆべだけだったらこうちょっと動かしたら反応してくれたりとかするんですけど、いや全くね餌として認識してくれてないですね。ちょっと水入れのところに隠れちゃって、餌が認識してもらえないので、この状態で、お反応してくれましたね。きたいや食べてくれましたね。いやめっちゃ嬉しいです。これはちょっと安心ですね。めっちゃ引きずり回してますね。よかった。やっぱ上手にこう動かせば反応してくれるんですね。よかった。めっちゃ食ってますね。やっぱあれですね。生まれたてだからちょっとまだ動きのある餌しかちょっと反応してくれないっていう感じだったっぽいですね。いやよかった。これで食べてくれるんだったらもうこっちのテクニック次第なんで、冷凍にもね簡単に餌付かせることができますね。いやひとまず安心ですね。まあしばらくはまたね上手に与えていかなきゃいけないと思うんですけど、まあでもね食いついてくれればあこれは美味しいって感じで、食べてくれているので、上手にね、こっちを動かしてあげれば、また食べてくれると、思います。はい。いやひとまず安心ですね。これでちゃんとした食事を与えることができます。やっぱメダカよりねカエルの方が長生きしてるっていうね、データがあるので、ちょっと僕はメダカよりカエルでやっていきたいんですよね。はい、無事完食してくれました。はい、ということでまたこの子の動画上げていきますので、よかったらチャンネル登録高評価してまた見に来ていただけると嬉しいです。あ、すりつけてますね。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。